全国1万5000人のゴーボール実況チャンネルファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日は面白い目線、はい、FPV っていうの、なんていうやろうな、 FPP っていうの、わからん一人称視点です。今乗ってるのはデミオですね。デミオ、これいいんよな、結構ええよこの車で、神戸市西区のエンドレスさんまで行きます。修理が完了したということで、もともとオイル交換のつもりで行ったんですけど、やっぱり振動が出るので、もう振動をちょっと直したいなっていうところで、何書いた、ペラ車、プロペラシャフトのベアリングっていうのかな、プロペラシャフトを受けてるところのベアリング交換、並びに、ハイキャス撤去、ハイキャスガタがあったんで、ハイキャスの撤去で、ドライブシャフトのブーツ破れがあったので、リビルド品に交換、あとオイル交換、あと何やったやろ、まあ、なんせもろもろアライメントもか、結構盛りだくさん、ついでに盛りだくさん、はい、してきます。でそれで、終わったということで、今取りに行きますね。今日は12月2日土曜日ですね。天気は快晴、非常にいい天気の阪神高速湾岸線に入るというところです。いやー、ハイキャスとかさ、残してるというか、一時期撤去してたんですけど、どんなもんやろう思って戻してみたら、まあいいんちゃうっていうことで残してたんですけど、まあ、ガタはね、機械的なものなので、出てくるだろうと。でガタが出てるので、なんか走行中に動いてるんですよ。あのリフトアップして異音を検証調査するのに、リフトの上で100キロとか140キロぐらいまで、回してもらった時に、リアがなんかこういう風に動いてたんで、これちょっとバカになってるなと思って、ほんでハイキャスを撤去してもらいました。いやー、どんな感じかな、振動消えてるといいな、ある程度でなんかだいぶマシになったような気はしますということで、他にも考えられる原因はいくつかあるんですけど、プロペラシャフトのベアリングだろうなと思ってそれを交換したと。で改善はされてるんで、どんな感じか楽しみです。じゃあ行ってみましょう。さあ引き取ってきましたよ。エンドレスさんを後に和歌山に向かって帰ります。ホンデア、作業内容安いで、今回も、いや全体の金額というより作業内容に比べてってことね。シャフトベアリング、あデフマウントも今回変えた、あのリジットにしてたのを強化マウントにしました。ハイキャスキャンセル、リアのショックブッシュ、アライメント、ベアリング、これはデフのベアリングも疑って部品を取ってたんですよ。でもこれは交換してない、部品代だけプラスしてます。でエンジンオイル、フィルター、前後デフオイル、ミッションオイル、ブレーキエア抜き、これでこれ半数切ってくれて20万円ってことです。いや安いんじゃない、うん、ありがたいことです。部品があったのもありがたいけどね、はい。これこうは神戸市西区、ほぼ明石市です、はい。いやまあ、どんな感じになってるのかは楽しみやな。ハイキャス分かるところで言うと、ハイキャス取ったのと、デフのブッシュを強化ブッシュに変えた、でサスペンションの取り付けブッシュです。どんなもんやろ、デフのブッシュ、キャスのランプは、帰ってからキャンセラーつけます。玉抜くだけじゃね、通るんかな、車
車検通るんかな、分からんけど。さあどんなもんでしょうか。まあ、この辺じゃあんまり分からへんわな。なんかギャップ乗り越えた時の足の感じが硬いな。タイヤエア入ってないんちゃうんかぐらいのなんか硬さがある。ガンガンってだいぶ乗り心地が硬いな。一番効くブッシュになるんか。ほんならサスペンションの下のブッシュってそろそうか、最初のいなしを受けるところやもんな。こことかやばいんちゃう、これ。わう、まあまあやばかった。お会いしましょう。